はい、おはこんばんにちは。ゲーム実況をしておりますホムラと申します。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんお久しぶりです。というわけでですね、こちらも2週間ぶりかな。ですね、まあ PC の方なんとか用意できましてですね、撮っている次第ですね。やることなんですけれども、特に決めてなかったんですけれども、まずそうですね、この SSR 確定のガチャですねを、後でこっちは回そうと思います。でですね、今日何がっていうのがですね、ちょっと皆さんにお聞きしたいことがいくつかあります。っていうのがですね、試合じゃねえ、アイテムでいいかな。皆さん SR から SSR に覚醒させるとき、そっか、1個持ってねえからねえんだ。羽、特殊な青とかなんだかっていう、あの金と銀の羽ですね、なんですけれども、まあいいや、誰でもいいんですけど、こいつ押してもちょっと分かんないかもしれないですけど、この金色の羽と銀色の羽が、まずどこでドロップするのかっていうのが気になったんですよね。でですね、調べたところ、曜日ダンジョンっていうものが存在するということで、 YouTube も見たら確かに曜日ダンジョンってあるんですけど、僕の方のイベントのとこには一切ないんですよね。これっていうのは、なんか PC 版でも出てるっていうのは見たんですけど、 PC 版の方でしかないんですかね、これって、っていうのを聞きたかったんですよね。アプリ版、携帯の方ではこれないんですかね、曜日クエストっていうのは、っていうのがありまして、もしないのであれば、クエストを周回しなきゃいけないと思うんですよね、単純に。曜日クエストもクエストなんですけど、でですね、まだ僕チャプターここまでしか進んでないんですよお前青春ランク104です、ここかよみたいな話なのかもしれないですけど、ちょっと僕やりたいことが先にあって、効率的には良くはないのは分かってはいるんですけれども、いろいろとそっち側の方、試しに言うとですね、今ここ周回してるんで、あと1枚、この野崎ゆうきちゃんだったかなの、ノーマル、一応 SSR までにはもともと覚醒させてたんで、貫突まであと1枚なんですよね。で、これドロップしたら、あとは、8だったっけ？あ、違う、ここじゃない。違う。6だっけ？あ、違う。あれ？どこだ？ 7 か。そう、あとは R を、あと6枚これを手に入れたら、次のチャプターに行くっていう感じで、ドロップのやつを貫突させてから僕次に行ってるんですよね。あとはですね、やっていたものと、としてはですね、こういったような感じで、コンプリートをしっかり全部仕切るまで先に進まないというか、これ終わらせてから先に進めるっていう感じでストーリーやってるんで、ちょっと選手ランクとは異なるんですけど、なので若干育成も足りてないっていうのが、それが原因なんですよね。まだ1234567だから15人ぐらいしかいないんですよね、 SSR、少ないんですよね。一応全員、これは後で、合成させますね。これですね。今、限界が5分の3で、さっきのノーマル食べさせて5分の4か。あと1枚なんですよね。ってなわけで、ビビたるもんだから、後回しでよくねっていうかもしれないんですけど、こういうのは先にやっとかないと忘れるんで、僕は先にやる派です。どんなことがあっても先にやります。効率が悪くても、これが後々効率が結局良くなるんで。はい、ってなわけで、話取れましたね。予備ダンジョンの話してましたよね。ないならないでどこを周回するっていうので、各多分チャプターに落ちる面っていうのがあると思うんですよね。じゃあ6か、これ、8か、これはこれで、多分僕、ここで周回するよりも、もっと先の方、いわゆるもっと先の方、
ここのもうここかな、ここかな、7かな、ここから先がないんで、多分この7月上旬のところを周回するのがいいのかなと思うんですけど、そう、そこで聞きたかったのが、皆さん曜日ダンジョンがない人たちは多分ここを周回してると思うんですけど、一体ドロップ率っていくつですかっていうのが知りたかったんですよ。わざわざ多分検証してる人がいないと思うんですよね。ネット調べても多分 YouTube 検索しても出てこなかったんですよ。それに関してはもう曜日ダンジョン回せとしか出てこなかったんで、なのでもし知っている方、試したことがある方はぜひ教えていただけると助かります。まあ最悪わかんないよっていう話であれば、コメントに特に何もなければ、僕の方でなんかこれは検証してちょっとやってみようかなと思います。そんなのいらねえよって話かもしれないですけど、まあ、皆さんの一つのなんていうんですかね、基準、新しく始める人の基準っていうわけでやりたいと思います。ちなみになんですけど、この一番最初のところどこだっけな、8だっけ、そう8か、ここを多分 2,300 周ぐらいしたんですけど、1個も落ちなかったです。もうこの左2つぐらいしか落ちなくて、まあやっぱり序盤でやるのは得策ではないっていうことが分かったので、皆さんも真似しない方がいいと思います。ここで回すのはあんま良くないと思います。まあ基本的にはイベントとかで落ちるんですけど、イベントは結局イベントの子を育てる用のものなんで、あんま意味ないかなっていう、すぐ使っちゃうんで、てなわけですね。そんなところですかね、聞きたいのは。あとは、そう、あとはですね、今日からっていうか、今日も結構イベントとかのお知らせ来てたんですけど、まだ僕、選手ランク104とは言っても、まだやり始めて1ヶ月も経ってないんで、正直、この新キャラの子たちを見ただけで、その、なんだろう、強いか弱いかの判別がつかないんですよ。いわゆるこの子たちはいわゆるなんだろう、現行期のあの子たちよりも強いとか、上位互換いるからこの子たちはまああんまり引かなくてもいいかなとか、そういう見極めっていうのは皆さんできますかっていう話で、別にできるできない、まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、なんだろうな、皆さんどういう基準でこういうの見てます？まあ、好きなキャラっていうのもあるとは思うんですけど、まあ、単純に僕的にはこの習得可能スキルっていうのが、あの金色とかあるじゃないですか。なんだろう、究極とかあったかな、確か。ああいうのを持って持ってる子たちが強いのかなって僕は思ってるんですよね。だから割とガチャゲンの子たちは結構強い子多いんじゃない、これ、こういうのとか。あ、すいません。そう、この激究極とかいろいろあると思うんですよね。なんか見たことあるのがこの金色が4つあるとかいうキャラも見たことあるような気がするんで、だこういうのを狙っていくのがやっぱりいいのか、それともいや違うよという話なのか。実はまあこれも一例って書いてあるだけなんですけど、全キャラこういう金っていうのがあるのかどうなのか。で、僕の持ってるキャラでそんな3つも4つもあるような子たちって持ってないんですよね。だいたい持ってても1個とか、これは持ってるやつしかわかんないか。スキルかな。ここで多分見れるのが全部ですよね、おそらく。てなわけで、実は、何かをするとこれ以上のスキルが追加されるとか、なんかそういう情報ももし皆さんあって、僕に教えていただけるのであれば、ぜひ教えてほしいです。はい、てなわけでちょっといろいろと話長くなっちゃったんで、一番最後にじゃあずーっと僕弾くの我慢してたんですけど、これ弾いていきたいと思います。
ピックアップキャラいっぱいでですね、僕もさっきいろいろと見てたんですけど、どれっていうのがやっぱ金色のスキル持ってる子が欲しかったっていうのがあるんで、その子が出てきてくれたらってところですかね。はい、じゃあ回していこうと思います。さて誰が出ますかね。そしてここで SSR 確定なのに夜に行かないって。これ野崎ちゃん、あ、違う、野崎じゃない。野球部のために私ができること、今は見えなくてもきっとあるはずなんです。合ってましたね僕、うん、結構なんだかんだストーリーもちゃんと読んでるんで、うん、まあチャプター2までしか読んでないですけど、うん、割とちょいちょい名前も覚え始めてきたんで。私たちが大会に出場できるなんてまだ信じられない気持ちです。勢いというのもあるのかもしれませんが、はい、じゃあちょっとこちらの、お、ちょうどこの紫色のやつ来てくれましたね。今もう2人ぐらい欲しかったんですよ実は、この属性が。あのデレストの方でちょっと埋めたいっていうのがあったんで、おお、すごい。金はないけど、ピンクばっか。そう、あとはこの才能開花っていうのもいろいろあるんですよね。多分今この子は、ちょっとこのデバフ効果みたいなのついちゃってますけど、一応僕あの全キャラこれ、解放まではしてます。見てもらうと若干、多分一覧じゃで分かんないんで、あれですけど、まあ、こんな感じで全部は解放してます、ここ。ただ、ランクは1です。いやいやいやっていう話で、効率的にやるんだったら、1体ずつ上げるのがベストっていうのは分かってます、僕も。分かってはいるんですけど、唯一上げてるのはこの子だけですね。見てもらうと1人しかいないんで、ちょっとここは才能開花させました、全部。うん。ってなわけですかね。やっぱまず8内の実況者さん他にちょっといるかなと思って見たんですけど、あれ公式のあれかな、チャンネルもあったかな、ちょっといろいろなゲームと混ざっててちょっと今覚えてないんですけど、ただもう一人多分公式じゃないけど一人実況者さんいますよね。名前忘れてしまったんですけど、ちょっと見てないから分かんないんですけど、まあ実況者さん少ないのかなと思ってですね、ちょっと参考になる方がその人しかいなかったので、うん、ちょっとその人もドロップ率とかまでは上げてなさそうだったので、結構初心者向けの動画を作られてることが多いのかな、分かんないんですけど、てなわけですかね。僕はいつも通り日常的なものを送っていければいいかなと思います。はい、てなところで今日はこのところで終わりたいと思います。何か、あれば、ぜひぜひコメント欄に書いていただけると助かります。はい。じゃあ、今日も、お疲れ様でした。